太鼓叩いて、やいやい踊り子を寄せて、あらよいぜそこで、しなのなあよいのよいそら、嫁にしょあこらこらやっとこせよいやな、ありはいせこりはいせささよいとせ。あえししわしまのこやよいよいましまはまごやあらよいせそこせあいのなおしまはよいそうじゃこじゃまごやあそらそらやっとこせよいやなありはいせこりはいせささよいとせ。どこ行った？
おにぎりや。ハイヌウェレ神話。ハイヌウェレ神話。ハイヌウェレ神話。はい。まあまだあったよね。まあいるんだなって。
刺すの40度のお湯、分け方がポイントするから、はい、40度の値段で40度で設定してまあまあ寿司の暮らし歌って皆さんにお話ししたって理解できるような暮らしですわね。私が生まれたのが大正13年でしょ。お嫁に来たのが終戦19年ですよね。終戦のちょっと前
ほんでもう終戦と 戦後とにもあれ生活したからまあ、話したって皆さん理解できるような生活な、もう何でもかんでも、まあ、粗末なものを着て一生懸命働くのが美徳でな、一生懸命働いて、その頃あの来た時にはまだ電気がなかったから、ランプの下で昼は一生懸命畑していろいろして、夜はもう毎晩夜鍋せえ日はないぐらい夜鍋して、一生懸命まずいものでもお腹いっぱい食べられたら幸せというような時代に、今のように冷蔵庫開けたらおいしいものがすぐ手に入ったり、寝転んでテレビ見たりお菓子食べたりっていうようなことはもう想像もできなったような時代で、もう嫁に来ても嫁は働くもんでな、働く道具だけ一生懸命働かされた。まあおかげでな、あの不器量な人間だけど内臓丈夫の母親が産んでくれたとおかげで、まあ舅さんにも気に入って、あんたが働いてくれるけんじゃいて一大喜んでくれて、まあまあ器量看板釜寮かって昔の人が言うた、ほんまそうじゃな、ええとこ嫁にいたんだった、器量がよかったよかったけど、貧乏人に嫁に来たら器量より体だなあ。ほんで一生懸命働いておかげで、まあ今は気楽に、獅子の下が皆が用意してくれるしな、気楽に生活できて、まあ99歳まで生きられたんで、もう何にも言うことありません。であんたのようなええ人がそばに来てくれて、ほんまに幸せですわ。